ケビン・ホラントは、ドイツマルクト・オーバードルフ出身のサッカー選手。エースモナコ所属。ポジションは FW 及び MF。2004年から TSV1860 ミュンヘンのユースチームに所属し、2010年にトップチームに昇格した。2010年8月14日に DFB ポカールの SC フェール戦でプロデビューを果たした。2011年11月、TSG1899 ホッフェンハイムに移籍が決定した。2014から15シーズンは32試合に出場し、8得点5アシストを記録。ロベルト・フィルミーノと共に攻撃の絶対軸として降臨した。2016年5月20日、バイエル・レバークーゼンへの移籍が発表された。クラブ史上最高額の€2000万と見られている。2020年9月2日、ASモナコと4年契約を結んだことが発表された。リーグ戦で16ゴールとキャリア最多ゴールを挙げる活躍を見せ、約5年ぶりに代表復帰を果たした。ドイツ代表として各年代で招集された。2014年5月13日に行われたポーランド代表との親善試合で A 代表初出場を果たした。2016年11月12日のサンマリノ戦で代表初得点を挙げた。その後は約5年間代表を遠ざかっていたが、2021年5月にUEFA ユーロ2020に臨むメンバーに選出された。ありがとうございます。